ご視聴ありがとうございます。楽しいノービューの原です。12月に入ってもう4月なんですけれども、寒くなってくる中、慌ただしい中、うどんを食べて乗り切ろうっていうか、作るだけなんですけれども、京都薬師庵さんの京風しっぽく、どんなもんでしょうか、しっぽくって調べてみないとちょっとわかんないんですけれども、まずは開けてみたいなと思います。上の蓋を取るとこんな感じで具材が乗っかってます。うどんを温められるようにお湯を沸かして、つゆも温めたいなと思います。おつゆのパッケージのところにも作り方が書いてありますね。ちょっと見にくいんですけれども、まあ本当はこの京都のこういったなんかキットになってるみたいなうどんですが、まあそば、食べ物ですね、あって、これはなかなか作るのが楽しいぞっていうふうに思っています。ちょっとこの辺ですね、何が入ってるのか調べてみましょう。京風しっぽくですね、まずゆでうどん、つゆがこれですね、醤油って書いてありますね。つゆがこれですね、つゆ、みりんだ、なんだかんだ、砂糖、かつお節だ、昆布だ、いろいろ入ってると。そして具、京都産たけのこですね、これですね、たけのこ、京都産たけのこ。そしてもみじ麩、これですね、もみじ麩、麩ですね、麩。お湯も、つゆも湧き上がってきています。もみじ麩、そしてかまぼこ、これですね、かまぼこ、味付けしいたけ、これですね、味付けしいたけ、わかるかな、味付けしいたけ、湯葉、これが湯葉でしょうね、なんかちょっとお菓子っぽい感じの、湯葉。あ、おつゆが沸いちゃいましたね。ちょっと火を誘惑しておきます。湯葉、そして三つ葉、これでしょうね、三つ葉、九条ネギ、これでいいものができると。ちょっと器がですね、そば用とか、そばとかうどん用の、この和風の麺類を食べる器がないもんですから、ちょっと小さめので今回も行ってみたいと思います。お湯が沸きました。このそば麺を入れて温めたいと思います。こういうのって本当に何度も言いますけれども、麺が温まる程度でいいんじゃないかって私は思ってます。味噌煮込みうどんとかそういうんじゃないものですから、あっさりと温まれば OK かなって私は判断してます。もうちょっとかな、これをブワーって吹いたらいいんじゃないかな。よし、こんなところですね。よいしょ、火を止めて今麺を湯切りしてます。あったかい、あったかい感じがもうつまらないと思います。大丈夫か、出来上がりました。京都薬師庵さんの京風しっぽくです。器が小さいものですから全部は入れてないんですけれども、食べる場所が悪いのと器がちょっと問題ありかなって思いますけれども、まあ、本当この見ても楽しい感じですよね。いただいてみましょうか。この麩を、このもみじ、紅葉真っ盛りみたいな、いただいてみましょう。この中でも楽しい感じがします。うどんをいただいてみます。僕ってちょっとどういう意味なのか、今パソコン壊れてっていうか、注文しててまだ届かないんで調べてみないと何とも言えないんですけど、タケノコを食べてみようかな。いいですね。今日のですね、夜になる前もうどんをファーストフードっていうか、そういうところで食べてきたんですけれども、それはそれで私ものすごい好きなんですけれども、こういうのもいいですよね。この風情みたいなのが、風情というか遊び心というか、楽しみもあるし美味しい、やっぱ値段もそれなりのものだと思うんですけれども、そういうものを感じます。京都薬師庵さんの洋風しっぽくでした。あとゆっくりいただきたいなと思います。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。こんな動画もいいねって思われる方は高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。